新しいの140日目です。先週ね植えたブロッコリー、茎ブロッコリーがこういう風になってます。なってます。一応定着してますね。1週間経っても枯れてないと。ただの作物の方で、そうだな、つるむらさきが繁茂してますね。ここの畝を使いたいのにつるむらさきが邪魔だってなってますね。この部屋はいい感じです。今日やりたいことはこちら畑のこっち側のエリアに種をまきたいか。種をまくにはね、まず石灰まいて肥料入れてみたいなことをしなくちゃいけないらしい。めんどくせえと思うんだけどな。ということで石灰じゃないけど焼いた灰、草木を焼いた灰をねこうやって巻いていきます。よっ、めっちゃええ加減だ。あと畑から掘り出した、多分これは木々かな、木々がねいっぱいあったんだよね。上に並べていきました。これにちょっと土かけて、来週以降ですね。せっかく買ってきた種買ってきたけど、すぐに使う。もうちょっとトマト抜きます。もうダメだトマトは。花はなってもトマトが取れあった一個食えそうなのがあった。今日ラストトマトにしよう。トマトですが、今日まで。はい、先週植えてきた茎ブロッコリー、でも肥料入れてないんで肥料を買ってきました。100均でね、また花と野菜の肥料、またこれを使っていく。無造作に適当に。ピーマンとかナスもね、最近ちょっとパワー不足になってきているので、こちらにも肥料をまいておきましょう。はい、OK です。ってな感じで、アザラシの140日でした。